ヤッホーどうも、トツです。韓国、最後の夜でございます。この家も最後、ついに僕の1年が終わります。いろいろね、話してる動画もいっぱいあるんですけどね、今後についてとかね。やっぱね、こう、最後の日ってなるとね、やっぱちょっとセンチメンタルになるね。この動画の1個前が、多分ハンガンでラーメン食ってるはずなんですけど、ハンガンでラーメン食って、その最寄りの駅に帰ってきた時、夕日だったのね。夕日。まあ、ちょっともう暗かったか。多分写真があるんですけど、はい、出しときます。ね。こんな感じのね、僕、最寄りの駅だったんですけど、やっぱ寂しくなりますね。やっぱ一年間ここに住んでたっていうのを、まあ、やっぱ、ふつふつと感じます。今んとこね、もうほとんど片付けは終わって、あとはまあ、ゴミ捨てて、ほぼ終わりかな。もう、荷物も詰めたので、よっぽどのことがない限り、問題はないはずなんですけど、日本に荷物置くのが高い。シンプルに。結構ね、僕荷物、思ったよりあって、3万ぐらいかかったんじゃないですかね。3万ちょいぐらい。荷物置くだけで3万だぜ。おったまげ、おったまげ。この動画は、まあ、この後寝て、起きて、この家にバイバイして、空港向かって飛行機乗って、大阪着くぐらいの、動画になってんじゃないかなと思います。もしくは、大学のね、同期が大阪にいっぱいいるんですよ。なんで、その同期たちと飯行こうぜっていう話に、本当ものの10分ぐらい前にですね、声かけて、もう行こうぜ行こうぜみたいなになったんで、あいつらいいやつですね。うん、シンプルに。この家、思い出が、まあ、ないわけではないですけど、狭かったっすね。シンプルに狭かったっすね。まあ、どれぐらいなんだろうな。今、ここにね、あるのが、クローゼット。まあ、ちょっとデカめのクローゼットと、洗濯機、冷蔵庫、勉強机、で、ベッド。なんですけど、これ、何にもこう、家具がない状態にしたら、4畳、5畳ぐらい。4畳ぐらいかな。で、やっぱりこの家の一番の思い出は、火災報知器が誤作動しまくるっていうとこでしたね。僕がここに来て、半年間ぐらいはね、月1ぐらいで多分鳴ってたんじゃないかな。結局、そのなんか、アパートじゃないけど、なんかまあ、マンション的な感じではあるんだけど、熱、その水蒸気とかでも、その作動するタイプだったのね、調べたら。だから、風呂上がりとかに扉を開けたままにしていくと、水蒸気がバーっていって、多分それで鳴るんですよ。反応してね。多分僕の部屋で発動させたことは多分なかったと思うんですけど、もうね、すごかったですよ。多分動画が残ってるはずなんで、ちょっと載せときますわ、その時のやつ。はい。今、緊急で動画を回しています。聞こえますかね？はい。なんか、僕の住んでる腰門、まあ、部屋、てかアパート全体がですね、火災報知器が鳴り響きまして、急にですよ。マジで急に、のんきにシャツとパンツでね、ここの鏡で眉毛剃ってたんですよ。って眉毛剃ってたら、ジリーン！これ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 。怖いって。で、なんか、同じフロアの、日本語も喋れる、もうスーパートリリンガルみたいな方がですね、なんかエラーらしい、みたいな。まあ、エラーだから、この後、なんか連絡来て、泊まるらしいから大丈夫だよって言ってくれました。はい。いや、マジびっくりした。てか、まあ、普通に今もびっくりしてるんですけど、まあ、無事ということで、はい、この動画終わります。では、アニョン。ね、まあ、言うても、その半年なり、病んで半年ぐらい。もう本当にね、めちゃくちゃ良かったっす、ここ。まあ部屋にキッチンないんですけど、学校マジ近いし、まあ綺麗だし、不便なく使えたかなと思います。今が23時18分。今が11時18分。9分ぐらいになりますね、もう。明日の9時、朝9時に退室予定です。なのでもうこの家とは、あと、9時間半。まあ寝たら一瞬っすわ。いやー寂しいね。本当に寂しい。本当にいい一年を過ごせたかなと思います。まあ結局韓国語を勉強して、それを活かせる仕事に就くかはわかりませんけど、留学してみたいっていうのが結構根本にあったんで、後悔はないですね。なんだろう、こう、まあ新しい価値観に触れたじゃないですけどね。これ何回も言ってるような気がしますけど、人生一回なんで、本当にこういうね、一年を体験できることは素晴らしいことだったなと、僕は思います。留学、まあ別に韓国じゃなくてもね、留学してみたいなって思ってる人多分たくさんいらっしゃると思います。結構ね、僕 DM とかいただくんですけど、一回行ってみたらって思います。本当に。迷うのはもちろんわかるし、不安だ
とも思います。それはもちろん、まあ、けどやってみないと分かんないですよね、本当に。なので迷ってる方は一回遊びにその国に行ってみるとかね、いいと思います。で、明日は朝ちょっと早めに起きて最後掃除してこの部屋とバイバイしようかなと思います。で、空港行って飛行機乗って大阪で同期と飯、いい一年でした。明日の朝会いましょう。おはようございます。3月21日午前7時50分ぐらいです。起きました。天気は快晴、いい一日になりそうです。眠たい。とりあえず髪型が終わってるので朝シャワーしていろいろ片付けて退出したいと思います。はい、ということでいろいろお掃除終わりました。わ、声響くな。荷物がないとやっぱ声響きますね。この辺はもうちょっと持っていくぐらいのものなんで終わりです。あざした。はい、ということでインチョン空港着きました。見送りでね、仲良しさんがついてきてくれました。あと3時間ぐらいで、出発です。なのでとりあえず手荷物預けてなんかご飯食べようっていう話になってるんで、いろいろ済ましてご飯食べたいと思います。では、今がですね1時45分あと50分後ぐらいにもう僕は韓国を飛び立つことになります。早かったね、本当に何回でも言う早かった。日本帰りたいと思います。待ってろ日本。はい、関空帰ってきました。いやー、日本めちゃくちゃ日本がある、とりあえずここから同期が集まってるところまで向かって飯ですね。はい、じゃあ多分この動画はここで終わってるか、一瞬同期たちと飯食ってるところが映ってるか、どっちかですね。はい、お疲れ様でした。お疲れー、いただきます。乾杯。ちゃんちゃーん。いや、マジやからな。